こんにちは、新澤敏彦です。虹っていう歌は実はもう30年も前に作詞した歌なんですけど、当時僕は子供たちを保育するっていう仕事をしてたんですね。それでいつも子供たちと庭で遊ぶわけですよ。そうすると、おもちゃとかバケツとかシャベルとか使って一応しまうんだけれども、すごくこう雨が降る時とかにね、部屋から見ていたらこうおもちゃがこう残ってたりすることがあるわけで、そういう時になんか濡れてて寂しそうだったな、ちゃんと片付ければよかったなみたいなことが、よくあったりとかしたんですよ。それ例えばブランコが濡れてるとか椅子が濡れてるとか、雨の日ってなんかいろんなものが濡れててちょっと寂しそうだなみたいに思ったことがあって、実はそういうことがですね、歌を作るきっかけになっていって、で特にシャベルとかが濡れてたりとかすると、誰かが遊んだシャベルが忘れられちゃって濡れちゃったんだな、あ片付け損ねちゃったっていう風にちょっと思って、それを例えば子供が見たりとかすると、あなんかこうくしゃみしてるみたいとか濡れて寒そうと震えてるみたいみたいな感じで思うなっていうことが、実は虹を作った始まりになってて、で雨が止んでだんだん明るくなってきて、ちょっとあったかい感じになってきたりすると、その忘れられていたシャベルも喜ぶんじゃないかなと思って、それで気持ちよく空を見上げたら、ああ虹が出てるみたいな気持ちを、そのまんま実はすごく自然に詩に書いたものが虹なんですよね。でだから僕としてはすごくその遊んだ子供の視点で見てるっていうか、子供の目線から見ると空もすごく高く見えるし、シャベルはすごく近くにあるしっていうふうに思って、でそれで1番はそういうふうにしてシャベルのことを書いたんですね。でそれで2番、洗濯物はもう忘れちゃって、こう大人だったらよ、大人はシャベルもちゃんと片付けろよって人思うだろうし、洗濯物も忘れてんじゃねえよ、ちゃんと取り込めよって思うと思うんですけど、なんか子供にしてみたら全部がそうやって雨に濡れてクシュンってこうくしゃみして、で見上げたら雨が上がって空に虹が出てっていう風になんかこうそうに書きたかったんですよね。だから大人目線ではなく子供視点で書いて、で3番はだから子供を主人公にしたいっていう風に思って、あ今日遠足行きたかったのにな、雨降っちゃったって思って、もうなんかもうがっかりしてたんだけれども、雨が上がって虹が出たら、虹がねなんか大丈夫だよ、明日はきっといい天気だよってこう励ましてくれてるみたいに感じるって僕は思って、で僕は虹をね、空がくれたご褒美みたいに思ってるんです。雨濡れたりとか寒かったりとか、ちょっと心が暗くなることがあったけれども、ほら空が晴れて虹をあなたたちに見せてあげるから元気になるのよって、なんかこう空がねご褒美くれてるって僕は前から思っていて、だからそうやって空からそういうご褒美もらう、プレゼントをもらうっていうような感覚の詩を書いたんですよね。だから実はきっと明日はいい天気っていうのは、自分の内面でそうだ明日はいい天気になるっていうこともあるけれども、空がね明日はいい天気だよよかったねって、なんかそういうふうに言ってるような、こうそういうような気持ちで詩を書いたんですよ。そしたらね、作曲の中川博隆さんが素晴らしいメロディーを書いてくれて、その話をしてもいいですか。歌の前半がね、庭のシャベルがあって、音程で言うと低いところを歌うんですよ。だから庭の感じ、下を見て庭のシャベルが一日濡れてって言って、で雨が上がってくしゃみを一つって、このくしゃみしてるところまではずっと下なわけで、雲が流れて光が差してまでも下なんだけど、あ光が差してあれ見上げてみればって視点が上がって、ララララ虹が虹が空にかかってって言って、ここからはメロディーが上の方を描くようにメロディーが作られてるんですね。それで虹が虹が空にかかってって、音符がねタンタランタララタンタタンタタタタンって、ほら放物線を描く、このねこのカーブ、このカーブ、美しいカーブが虹そのものなんですね。だから中川さんは虹を描くようにメロディーを書いたんですね。でそれがこのね虹のこの形と同じ形で、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気、まるで虹にきっと
と明日はいい天気っていう風に文字が載って、そういう看板が出て、みんなにそれをメッセージで伝えてくれるみたいな曲になってるんですね。もうこれはものすごいと思います。だから覚えやすいし歌いやすいし、誰が歌ってもこう伝わりやすいっていう歌になったんだなと思って、だ僕はもう中川さんどうもありがとうって。もう詩はすごい簡単な詩でしょ。だからどんな曲がつくかなって思ったら、こういう風に本当に立体的に描くようなメロディーがついたので、僕はとても嬉しいと思うし、だからみんなに歌ってもらえるんだなっていう風に思ってます。あのね、僕あの歌を作る仕事をしているわけですが、歌っていうのは何が素晴らしいのかというと、メロディーと歌詞が決まってますよね。みんなで同時に歌ったりもできる、知ってる歌を歌ってもらうこともできる。そうやって例えば、誰かが歌ってくれて心の中で知ってる、あ嬉しいって手拍子することもできる。音楽ってこう共有するっていう、共有するっていうことが本当にしやすいものなんですね。だからこう歌を知っているとコミュニケーションができるし、世代を超えて昔の歌を歌うとおじいちゃんおばあちゃんが喜ぶとか、おじいちゃんおばあちゃんが私がね子供の頃もこの歌歌ったんだよって言って、え同じ歌知ってるよってなったりする。この世代間のコミュニケーションとかもできるとか、そうやって心がつながるとか、音楽って素晴らしいんですね。でそれから声を発声するっていうことは、この空気が振動する、この空気の振動っていうのをこう共有するっていうことが音楽は素晴らしいわけですね。だから人と人がこうつながるっていうことに音楽っていうのはものすごく深く関わってるんです。だから今回のコロナのことで人間たちがどんどんこう分断されてしまった、ソーシャルディスタンスといってどんどん分かる分かりになってしまったけれども、でも音楽があったらつながることができて、もっと心が近づくことができるっていうことが、音楽はね本当に素晴らしいんです。でこういうふうにコンテストがちゃんと続けられたのは本当に僕は素晴らしいというふうに思って、子どもたちが出場するでしょ。そうするとドキドキした気持ちで舞台に上がって歌を聴いてくださいって言って、その歌をこう披露する。その時にねやっぱこう人間っていうのは気分が高揚するとか、こう聞いてる人が幸せになるとか、こう拍手をもらってこう幸せになるとか、もういろんなね化学反応が起きるんです。音楽っていうのは僕はこう化学が心に起こす化学反応だなっていうふうに思ってるんですね。だから音楽ってとても大事だし、これからもそういう音楽を作っていきたいっていうふうに思うし、こう歌唱コンクールっていうのは選ばれた人しか出ないけれども、これをコンクール目指してみんなが歌が大好きだよっていう気持ちがこう全国からこう溢れてるっていう、このイベントこそが素晴らしいというふうに思っているので、これからもこのコンクールを応援していきたいと思うし、関わっていきたいなというふうに思います。